はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は9月21日、一粒万倍日プラス大明日プラス神吉日のトリプル大開運日についてお話ししていきたいと思います。なので今日はこの日にやると大開運する幸運アクションをお伝えさせていただきますね。この日にあることをやると簡単に開運できますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず一粒万倍日は、一粒のもみをまけば万倍のもみを持った稲穂になるという意味があり、自分の言動が万倍になって帰ってくると言われている日になります。ですから発展させたいことを始めるのに適した日なんですね。結婚などのお祝い事、開店、開業、宝くじを買う、スキルアップのための勉強を始めたり、とにかく発展させたいことであれば全てに適しているとも言えるわけです。別に小さなことでも大丈夫です。すごいことを始めないといけないというわけではなく、小さなことからでもいいので何か始めるのにいい日なんですね。小さなことでも万倍になって帰ってくるからです。そして大明日、天地が開けて隅々まで太陽の光が照らされるという意味の吉日です。太陽の光が隅々まで照らされるので先々まで見通せるということです。そして神吉日は、神社参拝や先祖供養をするのにとてもいい日ですね。この日も他の吉日と重なる場合は、その吉日にさらなる神のご利益があるとされています。なのでお近くの氏神様が祀られている神社に参拝に行ってください。後でお伝えする開運アクションの効果が倍増しますので、このようにうまく重なっている日を有効活用するといいですね。では9月21日一粒万倍日プラス大明日プラス神吉日の開運アクションをお伝えしていきます。ところで皆さんには目標ってありますか？こうなりたいとか、こうしたいとか、これが欲しいとか、まあ多くの人にはこのような目標があると思います。そして目標に向かって行動していますよね。ただそんな行動をしているときに、気分よく行動しているときと、なんとなくネガティブな思いともに行動しているときがあると思います。ですが気分よく行動しているときはうまくいきますが、ネガティブな思いとともに行動しているときってなかなかうまくいかないという経験はありませんか？それは今感じている感情が次の現状を作るからなんです。感情は現実を作る起爆剤になるんですね。すなわち気分がいいと感じていると気分がいい現実になりますし、ネガティブな感情を感じているとネガティブな現実が作られるというシンプルな法則なんです。だからせっかく目標に向かって行動していても、何を感じているのかで結果が変わってくるわけです。つまり目標を達成するには、それに向かって行動しているときに気分よく感じながら行動している必要があるということなんですね。感情が次の現実を作る、まあ、このあたりはシンプルですよね。ただ多くの人がこうなりたいとか、こうしたいとか、これが欲しいというのは、そうならないと幸せになれないからとか、それを得ないと幸せになれないからというふうに、しなければならないと思考しながら行動していますよね。そうしなければ幸せになれない、まあ、皆さんはそんな思考が癖になっているのかもしれません。ただそう思考していることでネガティブな感情を生み出し、その感情と同じ感情を感じる現実を作っているだけなんです。つまりいつも言っていますように、思考が感情を作り、その感情が現実を作るということなんです。思考から感情が作られる、そしてその感情が現実を作るという仕組みですね。しなければ幸せになれないと頭で考えて、嫌だなとか辛いなとか、まあ、面倒くさいなとか感じながら行動しているというだけなんですね。だから嫌だなとか辛いなとか面倒くさいなと感じるような
現実が作られて、なかなか目標に達成しない、たどり着かないという感じなんです。ただただ感じている感情が現実になるだけ。本当にとてもシンプルなんです。ここに気づいてほしいんですよね。要は皆さんはどこに行きたいのかなんです。その目標を達成してどんな感情を感じますかということだけなんですね。そして3次元的には今そこにいなくても意識的にはそこにいるということなんです。そしてその時に感じる感情を感じておくだけでいいんですね。そしてその状態から行動するんです。すると目標達成って加速的に現実化してくるんです。でも人ってしなければならないと考えていらない感情を感じていますよね。そしていらない感情通りの世界を作るというかなり遠回りをしているわけです。でもこの仕組みが分かればそれはおかしなことをしていますよね。目標を達成したいのにいらない感情を感じてわざと遠回りしているという感じです。だからこそ目標に向かって行動しているとき、もしネガティブな感情を感じていたら感情が現実になるというところに戻ってきてほしいんです。そしてその目標を達成してどんな感情を感じますかというところを再確認してほしいんですね。そして達成した時に感じるその感情を感じておくだけなんです。達成してない時からすでにその達成したところにいるということなんですね。そしてその時の感情を感じながら行動するだけなんです。すると感情がその感情がエネルギーとなって発信されます。そしてその感情のエネルギーの周波数と同じ周波数のものが引き寄せられるということなんですね。もうラジオのチャンネルを合わせるような感じです。つまりエネルギーは共振共鳴して引き合いますから、その感情と同じような感情を感じる現実が引き寄せられるということですね。これが最速で目標を達成する秘訣になります。そしてこの9月21日の大歓迎日にこの法則を取り入れるようにしてください。すると万倍にもなってそれが返ってきますので。でも感情を感じるだけでその感情を感じるような出来事が起こってくる、引き寄せられるというのはすごく素敵な仕組みですよね。なぜならその感情を感じるだけでいいんですから。そしてその感情とともに行動するだけで目標達成が加速するんですからね。だからぜひ皆さんもこの法則を取り入れるようにしてみてください。皆さんが思っているより感情を使いこなすことで、すみません噛んでしまいましたね、願望をより早く達成することができるようになるということなんですね。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。